ツミータン、ありがとうございます。ミータン大好き、ありがとう。おつみーたん、おつみーたん、ヤッホー、おつみーたん、ありがとう。こんばんは、こんばんは、おつみーたん。急に始めちゃいました、今日も。おつみーたん、今日はかなり疲れましたね。こんばんは、おつみーたん。音符ありがとうございます。こんばんは、遊びに来てありがとう。星もありがとうございます。暑さにやられましたよ。もうね、やられました。そう、ママと家族と家族の、まあ家族ぐるみで仲いい人たちとしたんですけど、もう疲れました、本当に。ありがとうございます、ギフト。みーたん大好き、ありがとう。3連休がね、終わったね。でも13日、明日から思うんですよね。おばあちゃん家にたくさん行きますよ、本当に。明日は大富豪の配信がありますね。超楽しそう。え、本当ですか？初夏かわいい、ありがとうございます。今日も可愛くて好きやで、ありがとう。最近夜になっても暑いでね、めっちゃ暑いよね。もうね、暑くてね、疲れましたよ。お腹いっぱいに食べれた、食べれたよ。おつみーたん可愛い、ありがとうございます。元気です。トーク会かわいい清掃、気になる、気になるでしょ。だから会いに来てください。窓の外がお昼なのに、本当に大富豪配信ね、楽しみ。この配信で、この配信じゃない、この背景はおじいちゃん家です。松川だけにやっぱり顔は好きですよ、好き、好きですよ。ハートありがとうございます。そう、めっちゃ晴れてた、日陰に避難しました。みーたん大好き、ありがとうございます。昨日朝早かったからすごいね。そうなんだよね、昨日めっちゃ朝早かったからすっごい久しぶりに感じて、もう4日ぶりぐらいに感じます。だけどそんなことないんですけどね。なぜか新居の気まぐれ、そうなんだ。プリンちゃんがなんかもう今日めっちゃ噛まれて、なんかすごい噛まれて痛くて、すごい分かんないと思うけど赤くなってて、そう、もうずっとキャン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 言ってるんですよ、本当に。そう、背景が違うんですよ、朝夜も配信なんて。そうです、でも今日はちょっとだけにします。なんかね、下にあのいとこもいるんですよ、いとこというかいとこがいるんですけど、でなんかちっちゃいね、あのね、さっきね、大泣き、みゆがいた一言で大泣きしそうになってちょっと危なかったので、あのね、星ありがとうございます、可愛いキラキラの鏡を貸しておきました。みーたん大好き、ありがとう。嫌われてない、全然。あ、でも分かんない、なんかみゆだけすぐ、ダメって言うんですよ。そう、すぐダメって言ってきて、なんかちょっと嫌われ気味ですね。妹、みゆの妹は多分みゆ嫌われてるって言ってくるんですけど、嫌われてるかもしれない。幕張少しだけ買ったので、嬉しい、ありがとうございます。楽しみにしてます、ありがとう。星もハートもありがとうございます。マシュマロめっちゃ美味しくて4つこうやってつきました、つきました。でなんかその公園に来てくれてた、来てくれた女の子も今日あったんですけど、めっちゃね可愛かった。そう、ペットに噛まれた、あのね、甘噛みなんですけど、噛まれて痛かったけど大丈夫です。黒ミータン、今日は、そう、黒ミータンです。今日は違う系統です、いつもとは。星ありがとうございます。プリン元気ですよ。いとこちゃん、そう、言えます、いますよ、ちっちゃい。ハートありがとう。星もありがとうございます。なんか昨日おじいちゃん家に泊まったんですよ、昨日もね、今日も泊まるんですけど、泊まったんですけど、その時になんかみゆが結構昨日夜遅くまでお仕事があって、それでなんか帰ってきて普通にこそーっと寝てるところ行ったんですよ。でそれで、ハートありがとうございます、リンボースターもありがとうございます、行ったんですけど、ママがうるさいな、下で、下っていうかなんか見に行ったんですよ、寝てるところ。そしたらなんか座敷わらしみたいに、そのいとこの子がただ怖い夢を見て立っちゃって、あの泣いてたらしいんですよ。それでそっから目が覚めちゃって、みゆが見に行ったらなんか気づいちゃって起きちゃって、こうやってダメって言われました、行ったらダメって。やっと見れた、まだ仕事、お仕事なんだね、頑張ってね。そう、夏は日陰が必要だから、日焼け止めたくさん、
ハートありがとうございます。めっちゃヤサミーターなんですよ。ヤサミーターなんですけど、なんかミウの妹がちっちゃい子赤ちゃんとかめっちゃ大好きで、なんかそれには勝てないですね。ハートありがとうございます。ミウちゃん見れてるし元気になる、ありがとう、ありがとうございます。嬉しい。42日ですね、多分。鏡で、そう、なんかあのね、そのご機嫌が斜めになりそうだった瞬間っていうのがあって、それはミウが鏡、あのさ、ジル・スチュアートの鏡を持ってるんですけど、これめっちゃ可愛い丸いやつ持ってるんですけど、その先でなんか注射って言って、注射ってやったんですよ。そしてなんか痛い痛いとか言ってたんですよ。そして見てないうちにその子の腕にプチュってやったら、なんかもう本当に痛いって勘違いして、なんかもうめっちゃ大泣きになりそうだけど、うそ、すごい、ごめんって言って、鏡だよ鏡だよって言って自分の顔を見せて、あのすぐに泣くのをやめさせました。そう、妹にね、あのミユは切られてるんだよって言われました。そう、楽しみだ。いや、マジでもう下でずっとキャン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 言ってます。そう、泣かすくよね。こんばん、後ろのカーテン、実家の俺の辺、これですか、面白い。そう、昨日めちゃね遅くて、そう、冷静なツッコミだよ。そうですね、2、30分くらいですね、今日も。そう、2歳です、2歳と0歳。おつみーたん、ありがとう、こんばんは。今日も日焼け止めなしで、いやもう今日は日焼け止めなしで過ごしてなくて、今日はね、ラムネ一つも塗ってないの、わかるかな、ラムネ塗ってないの。こんばんは。もうなんかもうメイクするのがめんどくさくて、もうき、朝早かったし、朝今日ももういいやと思ってちょっとだけにしました。昨日からいい姿したからね、頑張ろうね、ありがとう、ハートありがとうございます。そうで、こんばんは、かわいい。そう、子供はね、あの痛くないのに痛いって言ったらね、泣くからね、影響受けやすいんですよ。負けずにキャンキャン本当にうるさいんですよ。めっちゃ噛まれたし、みーちゃん意地悪じゃないですけど、鳴き声聞こえる？本当に？つまりみゆちゃんの5歳ぐらい、いやいやいや、みゆちゃんのいとこはみゆちゃんの14歳差ですね。ちっちゃいよ。そう、ママの方の妹の子供が今2歳と0歳で、2歳と0歳で、パパの方の妹が何歳なんだろう。あー危ない、妹の名前言いそうになった。危ないですね。妹の1個下だから中1と、でパパの弟の子供が1歳なんですよ。だからね、全員みより年下なの。早口見えちゃう。みーたん大好き、ありがとう。メイクしなくてもみーたん結構で、ありがとうございます、嬉しい。みゆちゃんこんばんは。自分でみゆちゃんで、なんか昨日みゆの妹のことを、なんかみゆの妹ってみゆと名前がちょっと似てるんですよ。まあ、似てはないけど、あの似てるんですね。なんか似てて、あの勘違いされて、名前を逆に勘違いされました。そう、思ったより小さいんですよ。小さいんだよね。ボブちゃんじゃないですよ、みゆは。指細い。そう、妹ちゃんの、あ、これ今日 DMM で見てて、マリンさんが Hey you って妹さんのこと言ってるんですよね。そう、いとこがどっち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 、ミータンはなんて呼ばれてるかっていうと、あのパパの方の妹の子供は、なんか難しい、まあミユって呼んできます。ミユですよ。で、最近ミユの妹もミーミーって言ってたくせにミユって言ってくるんですよ。で、今日今いる下にいる子はミユちゃんって言ってくれるの。ミユちゃんって言ってくれて、なんかママの妹がミユちゃんって言うからミユちゃんって言っててって感じですね。まだ0歳の子は言ってないので、そう、喋れないのでね。そう、一番お姉ちゃんなんですよ。でもなんかその親戚たくさんいるじゃないですか。いとことかじゃなくて、普通におばあちゃんの兄弟とかの中ではもう全然もうみんなお姉さんで可愛いんですよ。まゆちゃんじゃない、まゆちゃんじゃないですよ。うん、福永選手、お、マジですか、おつみーたん。
そう似てるのか、なんか似てるけど似てないんです、わかんない。でもなんかココハがあのミエの妹の名前12期で結構みんな知ってるんですけど似てるって言うんですよ。似てるかなと思うけど。そうです、大富豪、明日大富豪なんでね。ミーミー呼び可愛いけどミエって呼んできます。じゃあミーミーって呼んでくださいね。じゃあそうそうそう、周りの人の呼び方に影響するんですけど、あのママの妹のことを、ママがその妹のことを呼び捨てで名前で呼ぶから、ミーも呼び捨てで呼んじゃうんですよ、大人なのに。姉上とか呼ばれない、呼ばれません、全然もう呼ばれたことない。ミーミーですね、バブバブって呼んでそう。いやいやいや呼んでないですよ、姉いるけど名前で呼んでた。あそうだよね、ミーも宿題めっちゃあるよ、あと宿題ありすぎてね困ってます。こんばんは、こんばんは、ミッサン、ミッサンってミーミって呼ばなあかんの。いやでも呼びたかったら呼んでくれればいいですよ。次の特会で覚えたら、そう次の特会で覚えてたら呼んでください。みーたん大好き、ありがとう。みーたん大好き、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。もう私の呼び方で呼んじゃうよ、サスケチ。確かにサスケチも名前変わったから。妹都合のいい時、なんだか長続きだけお姉ちゃんって言われへん。え確かにそう、なんかね、あのみゆみゆえみゆってみゆって呼んでくるわ。バブミユは嫌ですよ。夜ご飯食べてなんかね全然お腹空いてなくてね、そうめんを食べました。そうめんを食べて、そう食べましたね。記憶力悪いんですか。そうなの、これはおばあちゃん家にいます、おじいちゃん家にいます。ここはおじいちゃんおばあちゃん家にいます。おつみーたんありがとうございます。そうバブミユとバブキチ、バブミユ、バブミユじゃないからね。マリーさんのエモさんはマリーさんって呼んでるって。あそうなんですか。あ言ってたね、言ってた言ってた。さつきち名前変わってない、変わってない。そうそうめんを食べましたよ、流しそうめんじゃなくて普通のそうめん。酢豚食べたことないんですよ、みゆ。なんかあんまり挑戦できなくていつも。そう今日はバランスボールじゃないです。こんばんは、こんばんは、おすみーたん、みーたん、みーたん大好き、ありがとうございます。おつみーたん久しぶりに配信ね、久しぶりだよね、思った。おつみーたんありがとうございます。すぐさんのパイナップルありだしね、そんなんがあるんだね。椅子です、今日は姉ちゃんって呼ばれ、あやかさんって妹がいるんですか。なんせ妹の姉ちゃんって忘れてるらしい。あ、そうなんですか。そうなんだね。かわいい妹。かわいい妹？ゲストありがとうございます。妹のことは名前呼びで言ってます。ここに置いて、ここら辺に置いて。呼び方は確かに、みゆちゃんとみーたんだけですね。お、昨日みーたんの足を見てきた。ありがとう、嬉しい。かわいい、本当に。あ見て、そうプリン。もう今日は本当にマジでね、あの暴れん坊だったんで。あやかさんは兄、3兄弟なんですか。来た、めっちゃかわいいのマジで。なんかね、そうワンちゃんです、プリンちゃんです。本当はプリンくんです、プリンちゃんって呼ばれてるけど。本当にさ、ちょっと立つかな。本当にすごい、もうね、ハートありがとうございます。もう本当に今日のあばるをみんなに見せてあげたいぐらい。そうそうそう、暑さ大事。そう、あのね、ちゃんと冷房ガンガンだから、お手はするけど、そう噛まないよ本当に。
河内いい。はい、みなさん今下アングル。プリン。うん。虹のギフトありがとうございます。ありがとう。なんかすごい下アングルなんだけど今日。そう、おとなしいです今日。星ありがとう。もうね、下ではすごいうるさいんだよ。少しずつ、そう。プリンちゃんです。うん、星ありがとうございます。虹ありがとうね、本当に。虹。配信、部屋暑いのかな？暑いんかな？退場しますか？もうちょっとしたら。おつみーたん、ありがとう。みんながいるから。ね、そうかもしれない。泣かないね。もういつもすごいの泣くの。もうね、うるさいぐらい泣くんだよね。あっあっ猫被ってます。そうですよ、なんか映るかも。だるまありがとう。そう、綺麗にカットされてます。かわいいでしょ。よし、ありがとう。ちょっと待って、痛い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 。緊張してるね。確かに。ちょっと待って。はい、いいよ、行って、行きなさい。ちょっと待って、せーの、はい、渡って、橋、橋渡って。ちょっと待って、痛い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 。はい、かわいいね、こう聞けた。お、行きなさい、橋じゃないけど。橋、ハートだ、ありがとうございます。そう、プリンくんはさ、みゆちゃんのこと好きですよ。みゆちゃんも好きです。え、そう、マジで、あの、みゆと同じで毛が伸びるのが早いんですよ。みゆも髪の毛すぐ伸びるから、もう前髪なんかね、めちゃくちゃ長くなっちゃって。ハートありがとうございます。ママです。星もありがとうね。一緒にいたかったかもしれないけど、ちょっと下に行かせます。噛まれるようなことをしたというか、いや、普通にね、じゃあなんか甘髪だから、みゆは悪いことしてないので。星ありがとうございます。トリンちゃんもみゆちゃんも可愛い。ありがとう、嬉しい。おつみーだん、星もありがとうございます。そうです、早く退場しました。滞在時間何分ぐらい。そう、小さいうちは甘がみするんですよ、ワンちゃんって。こんばんは。遊んでる感じで、え、多分そう、本当に甘えてるんです。幕張78握手会トーク、え、嬉しい、来てね、みんな来てね、幕張握手会とトーク会。おつみーたん、ギフトありがとうございます。手紙のギフトもありがとう。ママには一番、確かにそうかも。みーちゃんもめるときありますよ。あります、あります。今月中に正規チームの、出たい、本当に。もうね、短冊にも書いたし、絶対入れたいんですよ。ハートありがとうございます。プリンちゃんトーク会はないですよ。あったらいいですけど。ファンちゃんは0歳です。0歳。てか結構な頻度でワンちゃんの、ワンちゃん、おばあちゃん、おじいちゃんの家、そう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 、行くんですよ。川村さんのメールによく懐かす、え、本当に、いつ登場した。夏休み8月末9月くらいかな。まあ、そう、でもそうだね。でも課題やんないと本当にやばい。そういえば2じゃないよの動画って明日、嘘嘘、え、楽しみ、楽しみだよ、みんな見てね。でももう結構経ってます。おつみーたん、かりたね、楽しみ。みーたんの前にまた緊張しますかな、緊張しますかな、しますかね。よく大好き、え、昨日もね、もうね、本当にね、マジでひわにゃん面白すぎてやばかったんですよ。ポニテルにやってる、ありがとうございます。マスマスコンビの、そう、もちろん見てね。動画の相手はちかこさんです。
そう、ちかこさんどんな話したと思いますか。楽しみにしててね。星ありがとうございます。おつみーたん、ひーちゃんかわいい、ありがとう。おつみーたん今日負けてるんだ。ミューニャンってめっちゃミューちゃんのこと好きだね。え、ミューもね好きなんだよね。ラブです。なんかね、なんて言うのしたんだっけ。そう、昨日めっちゃ面白くて、そう面白くてね、本当にコンバミーって、コンバミーだ。モーニング部の話はした。モーニング部、え、誰とですか。してないですよ。でも昨日の仕事じゃなくて、え、そう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 、こんばんは、おつみーたんありがとう。何が面白かったかな。え、マジか、ホームランだったの。それは1メートル上がるか。こんばんは、おつみーたん、星ありがとうございます。ありがとう。なんだろう、なんかね、頭が回らなくなってきたかな。ノーアウトランナー、お、え、でもそれってさ、いいんじゃない。明日で12期、え、そう、明日は大富豪で、12期の大富豪でみんなと対戦できるよね、多分。目の乾燥ね、大丈夫なんですけど、多分大丈夫です。ハートもありがとうございます。こんばんは。在宅の時は二条さん推しだったのに、現在現場行く前に過ごし、あ、そうなんですか。高校役見てますか。見た、え、そう、え、すごくないですか。みゆと高校生だから、その人たちも高校役、そうだよね。すごくないですか。なんかもうそう考えるとすごいなってめっちゃ思うんですよ。めっちゃ気になるんですよ。何やるの。え、明日は大富豪のあれでしょ、 YouTube 配信でしょ。明日仕事だから見ないと思ってたけど、そういう時間、え、そう、ワンチャン見てください。というか見てください。こんばんは。そういや昨日、え、ね、あの、なんだっけ、あのガチャ言ってたよね。大富豪楽しみ。みーもね、むずいんですよ。みーちゃんのトップ3が、え、見ました、昨日見たんだよね。あの、すごかった、本当にありがとうね。たくさんやってくれて、一押しにしてくれてありがとう。でもまだしてない人は一押しにしてね。うん、お、ワンアウト三塁、いいんじゃない。したら同点でしょ。だって何やるか楽しみ。にいおいさんも、あ、そうなんですか。さやかさんで21くらいだったのか。お、田中美希也選手代打、マジ。ルールは難しい。あ、そうじゃん、今日はなんだっけ、パレオはエメラルドの衣装とチマチョゴリカの写真、今日までですよ皆さん。まださ、あの、注文してない方はしてくださいね。豆の返しです。え、いいですよ、質問みんなしてね。お、また虹来たんだけど、ありがとう虹、ありがとうございます。いつもね、いっぱい虹が来るの、いろんな方から。嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、ハートもありがとう。ミータの大富豪カードももう一押しガチャまで。え、ね、嬉しい。なんかさ、むずいけどさ、大富豪痛いな。お、 I love you のギフト、ありがとうございます。 I love you のギフトもありがとうございます。おつみーたん、そう、来てくださいね、トーク会。そう、質問31日なんですけど、なんか31日より後に送ってくれた方がいて、今日はそれを答えたんですけど、だから送っていいですよ。そう、少しなんですけど、もうちょっとで終わります。パルオのちょっとが、え、嬉しい、ありがとうございます。楽しみにしててね、本当に。星もありがとうございます。みゆちゃんはアンドさんを目指してて、本当ですよ。なんかさ、初めて11期生の先輩と踊った時も、みゆは、あ、なんだっけ、アンテナとか、アンテナとかじゃないな、なんか振りについていくのが、振り覚えをするのが真剣で、全然もう表情とか作れなかったんですけど、アンズさんを見てたんですよ。そしたらもう振りを教えてもらった瞬間にもう全部できて、表情もすごかったし、なんか制服のメコインが始まってから DMM とか見るじゃないですか。それでもうめっちゃすごいと思って、もうめちゃめちゃ目指してて、みーも
もうバキバキに踊りたいなって思ってるんですよね。こんばんは、こんばんは、申し訳ない、ありがとうございます、玉写真ありがとう。そうそうそう、質問返ししてますね。こんばんは、まめの返信で質問する、あれなんかさ、マジで充電が早すぎてなくなるのが。そうですね、光が集まってます。本日答え見ましていいですよ、全然。まだファン初心者ですが、ありがとうございます、嬉しい。ゲッツー取られた、マジで。私も両方とも、え、嬉しい、ありがとうね、本当に。え、それでそのアンズさんにダンス好きって言われたから、なんかもうびっくりして、あのもうね、嬉しくて。でもまだまだ全然追いついてないんですよ、まだ本当に。めちゃめちゃ遠いんですけど、もうさ、なんかもう見ててすごいじゃないですか、キレキレで、キレ、もう全部キレキレでさ、なんか、あとなんかアンズさんって表情とかすごい映ってて、 DMM に映ってたの、なんかウインクとかしてたんですよ。そういうのも見てめっちゃ勉強になって、いろんな表情をするとやっぱりさ、いいじゃない、いいじゃないというか、めちゃさ、なんかわーってなるじゃないですか。だからにもやってみたいなと思うんですけど、やっぱり難しいですね。星ありがとうございます、みーちゃんバキバキで。本当ですか、嬉しい、ありがとう。今日の声もえみを見ましたんですよ、見ましたんですよって、あれでせいくんくんって毎回見た、え、嬉しい、見てね。次は24かな、目標としてる人にも。そう、嬉しいんで、本当に嬉しくて、もうマジで嬉しかった。そう、アンデさんはダンス未経験なのに上手。なんか制服留め公演が始まる前に、スタッフの、スタッフとかマネージャーさんに、誰の、ダンスを見ながら、なんだっけ、踊りを練習してるのって言われて、制服留め公演だからミエがアンズさんって言ったんですよ。したらなんかアンズさん、確かになんかアンズさんのそのすごいところをたくさん教えてもらって、なんか確かに最近振りとかが変わってきたって言われたんですよね、アンズさんのを目指し始めてから。だからわーってなりました。ウインクはできるっちゃできますかね。気が合うかも、気が合いますか。そう、表情も可愛くて、なんかもうさ、もうサマーツアーもチームエスさんの見たんですけど、上から見ててめちゃめちゃすごかったんですよね。はい、アンズさんに抱きついちゃおう。たくさんね、話したんですよ、あの時、前回の公演が。星ありがとうございます。まだまだ公演で見えちゃう。そう、しっかり見てないのでね。そう、見てね、最初から。今度は質問してるか、あ、本当に質問待ってますね。今以上にバキバキになったら再現が追いつかない。もうマジでめっちゃ、なんか大きいダンスだけじゃなんか良くない。なんかね、ちょっと前に劇場のスタッフの方と話したんですよ。どうですかって聞いて、イエスとありがとうございます。なんかいいんだけど、元気に踊ろうとしすぎちゃって全部同じような感じに見えるって、教えてもらったので、なんかそれ確かに DMM で見返したら、万華鏡とかも見てたら、なんか確かにそうだなって思ったんですよ。曲になんか振りがちょっと合ってないかなとか思っちゃって、なんか、ああ確かにって思うことがめちゃめちゃ多くてって感じですね。可愛いのギフトありがとうございますね、楽しみにしててね。みーたん大好きありがとう。それ嬉しい話なんですよ、インクしてる日を。え、ね、したいですね、したいですね、というかしますね、頑張って。いつか大目目指してらしいよってお姉さんが、多分それはいつかな、ねえも言ったんですよね。たくさん結構言ってて、ギフトありがとうございます。表情は本当に勝つ、え、嬉しい、24当たったから、え、しっかり見てね、ありがとう。劇場行くしか、え、そう、劇場来て本当にね、楽しいんだよね、パフォーマンスすると。仕事終わった、お疲れ様。そうそうそう、スマホが熱い、もうちょっとで終わろうかな。そうなんです、万華鏡の曲が世界観、え、そうだから、なんかちょっと違うかなとか思ったり、水ないプールとかもさ、なんかゆっくりな曲じゃないですか。だからなんか強すぎるのもあれだけど、
難しいんですよ、そういうのも。全部さ、テストの時にはあんまり分かんなかったことも、なんかテストの時分かんなかったことも、最近はなんか自分で、あ、こうしたらこの曲っていいんだっていうことも分かるようになって、ちょっとは成長したかなって思いますね。ハートありがとうございます。そう、表現力、星ありがとうございます。そうなんだよ。じゃあ次、投票まずしますね。1番がに、制服の目公演24日当たったよーって方で、当たらなかったなーっていう方、お願いします。投票です。あ、出てないんですか？出てなかったの？ごめん間違えた。誰かのコメント出たって、ごめんね。出たらだったね。ごめん、間違えちゃった。出てなかった。ごめん。早かったですね。ね、なんか 100% だった。早かった。ってごめんなさい。痛いんだけど。うん。当たった、あ、そういうことか。確かに。投票、めっちゃ投票されてた。そうです。君の気持ちはね、投票してるので、希望的投票。びっくりしたよ。自分にびっくりしました。まずメルクさん。ね、ごめんね。冗談です。冗談でもないけど、間違えました。みんなは、あ、じゃあ、一番、みんなは、お盆休みにどっか行ったり、どっか行くよーっていう人。どこ行くんかな。1番が行くだけど、2番が仕事とかって行かないなーっていうか、そう、たくさん当たってるといいですね。おつみーたん、あれ、お盆終わりました。え、お盆、え、まだでしょ。そう、まだでしょ。だって明日で、あ、自分はか。確かにもう休みだったら終わるもんね。終わる、実家に帰るだけはどちらだ。で、みんな行くのかな、どっか。あ、三重県来てるんだ。三重県ね。大阪いいですね。大阪も若参りに美も行くと思います。歌詞の意味を理解して歌い方が、そうだから、今後の美を楽しみにしてください。おばあちゃんとおじいちゃん家に行きます。茅ヶ崎17時に、そうなんだ。お寺祭りあるんだね。東京に着いた。お、東京来てるんですか。いいね。かき氷食べて、あ、今日食べてたよね。なんか墓参りに日曜日に行く、みんな行くんだね。行くよね。確かに。でも新幹線ってさ、南海トラフとかそういう巨大地震が起こるかもしれないから、1週間ぐらいあれでしょ、なんだっけ、運転をなんか速さを、時速を落とすみたいな。最近見た虫しか勝たんって感じ。え、嬉しい、ありがとう。神奈川に帰って、かきさんに偶然会ってきます。かきさんに、あ、偶然会えるかな、会えるかな。お、行くんですか。はずみ崎に行ったことないので行きたいんですけど、あ、でもずぶ濡れのやつで、なんかはずみ崎に近いかな。え、そうだよね。今日も減速してる。だって怖いじゃないですか、いつ来るか分かんないから、地震で。本当にね、どこにいても配信見ちゃうのは嬉しいですね。今日行った、うん、帰りたいよね。なんか怖いよね、普通に。そう、痛いな、ここは。確かに、うん、避難グッズとかをちゃんと準備をしてくださいね、皆さん。ということで、やみます。20位アブさん、ありがとうございます。19位カズさん、ありがとうございます。18位シマッチさん、ありがとうございます。17位ラブダローさん、ありがとうございます。16位てっちゃん、ありがとうございます。15位りょうへいさん、ありがとうございます。14位 WH たかしさん、ありがとうございます。13位アンディさん、ありがとうございます。12位
チャロさんありがとうございます。11位ゴンさんありがとうございます。10位たかしさんありがとうございます。9位キシアンケイさんありがとうございます。8位シナノユウキさんありがとうございます。7位ネモありがとう、ニモさんか、大好きなのありがとうございます。6位ナルタンありがとうございます。5位春流ありがとうございます。4位岩崎清さんありがとうございます。3位 M さんありがとうございます。2位ケイチさんありがとうございます。1位はじゃーじゃん、ツーさんありがとうございます。ありがとう、声がやばい。今日の31番の人はじゃん、眉毛カイトさんありがとうございます。ありがとうね、そうみんなありがとう、来てくれて。お、でも 3% しか変わらないから、みんな行く人も多ければ、どこも行かないって人もいるかな。あ、なんだスクショ何日、あ、プリンと撮ればよかったスクショ。マジで目がさ、なんか痛くはないけど、ありがとうございます。お休みメールは送ります。明日の配信はどうし、でも夜は多分できないんだよね。だってできないじゃん絶対に明日ね。まあ午前中くらいかな、とかお昼とかかな。あ、でもうんかな、はい、ということで皆さん今日は来てくれてありがとうございました。明日も多分暑いと思うので、熱中症対策もしっかりしましょう。そして地震対策もしっかりして、避難グッズもちゃんと揃えましょうね。皆さん、おやすみなさい。ありがとうございました。本当にありがとう。バイバーイ。ありがとう。おやすみ。ありがとうございました。明日の配信も見てね。バイバーイ。ありがとう。